デュエペレからの逆輸入、竜の呼び声、自然文明の3コスト、山札の上から1枚目をタップしてマナゾーンに置き、それがドラゴンなら山札からさらにもう1枚タップしてマナゾーンに置く、要するにエーコールピアの呪文版ですね。現在はアドバンスの 4C ドラグナーに採用されています。なんでメンデルじゃないの？まあ、メンデルがいい悪いというのはないんですけど、今回はこういう考え方もあるよっていう紹介まで。まずブーストとしての比較ですが、一見似た効果なようで要求値がまるで違います。トップ1枚がドラゴンであればよい呼び声に対して、メンデルはトップ2枚がドラゴンでなければなりません。ドラゴンサイも含めるとまあまあな枚数非ドラゴンが入っているので、単純な2ブースト率で言えば呼び声の方が上。続いて単色であること、初動としてのリスクに加え、メンデルは道中で引き込むと完全にノイズ、一旦止まってしまうこともザラにあります。 4C ドラグナーは多色カードの処理が非常に大事で、単色カードをその都度置いていくことで自分の強い動きを通していくデッキです。そもそもメンデルを打つために単色マナが必要で、次のターンに動くためにもまた単色マナが必要なんですよね。そうなると一見いいスタートダッシュを切れたようで、後々どん詰まりしてしまうことが多いんですね。ということで、もろもろ込み込みで呼び声が優先されるというわけです。皆さんはどう思いますか？メンデルか呼び声か。もちろんリターンが大きいのはメンデルに違いないので、こういった部分は大きく意見が分かれそうですね。ぜひコメントで意見を教えてください。余談ですが、このイラスト最初見た時は一生使わなそうって思ったんですけど、アニメ見ると180度意見変わりますよね。それではまた明日のカード解説でお会いしましょう。